海祖。海祖、火、磯、開元十三年、七百二十五年上元元年七百八十五年、は、中国、東大の書家、そう、自和増新、属性は、仙、霊寮の人で、詩人として、有名な銭器のおいにあたる。幼くして仏門に入り、その後、長安に移る。修行の暇に好んで章を学んだが、貧乏だったので場所を、 たくさん植えてその葉を紙の代わりにし、それが尽きると、大皿や板を代用してすりげんまで手習いした。また、特筆が山を成したので筆塚を作って供養したという。その署名は若い時から知られたようで、当時の社交界の名士から多くの詩を寄せられており、書演、聖歌などにかなり収録されている。大歴十二年、777年、落陽に上り、 そこで、眼神経に合い、露蔵、蝶衣などが、海祖のために作ったし、海祖商人総書家を示して、神経に序を求め、神経は、海祖商人総書家序を書いたという、海祖の名声と実力のほどを伺わせる一件である。彼は、重低の、音や眼神経から、長極の書を授けられ、さらに風任せに変化する夏の雲の姿を見て、極まりない形の変化や、 その自然な淵から誤入したと伝えられる。特に草書に優れ、その作風は、競争と呼ばれる草書の中でも奔放な書体を得意としているが、法を逸脱したものではなく、その実は、王義師の書法を基盤にしている。彼は酒を愛し、酔いに任せて、壁や垣根などに当たり構わず、草書を書き散らしたので、世に競像と呼ばれた。その行動も草法も長局に学ぶものであり、 長曲と合わせて蝶、頂祖教、頂天祖教、頂き針よい祖、頂き針教祖ともと併称された。海祖の後世に与えた影響は大きく、東末から古代にかけて僧侶に僧章を良くするものを生み、文人の疎追の書の基範となった。また、日本においては両官が好んで習ったと言われている。作品には、自助蝶、くたけのこ蝶、職業蝶、職業蝶、 聖母帳、論書帳、論書帳、宗書,書戦字門、戦金帳、正常行、使用、上居、倉新帳、蔵新帳,帳などがある。開祖の宗書作品には、競争と独宗の二種類の傾向があるが、前者の傾向の書風の方が有名であり、また後世にも影響を与えた。宗書、戦時門、宗書戦字門宗書戦字門戦金帳、戦金,金帳、小草戦字門とも、は、 上限十五年、七百九十九年の小技の草書、千字門である。開祖の草書、千字門は何本もあり、創の起草のコレクションに親戚四本を造していたことが、千話書府に記録され、この本はその中の一本とされている、干末に見える、書院による。その後、民間に流出し、民の文帳名や真の創、六船、名を、通る受けなどの収蔵を経て、 台湾の国立呼吸博物院に入った。文長名が増した時、定愚も館長に酷したが、この時に文化の大罰があり、右、東海祖の憲本奏書、千寺門親戚は、元河口の陽光樹の家に増す。光樹増するところの法上花肌をし、かつて、自らこの薪を定めて第一と、なし、曰く一時一金に、直しと、ゆえに当時目して、千金長となす。 と記されている。以来、千金町の名で世に知られるようになった、以下、便宜上、千金町と称す。海藻は、競争で有名であるが、千金町は、独創体で、伝統的な創書であり、平坦で老練な意義に達した陰地の高い、新品である。自助町とは、交代賞で、自助町が連綿の代表作とすれば、これは、独創の代表作である。 本文は八十行、毎行十一時から十五時で、時代は一センチメートル前後、十八点八二百七十九センチメートルの検本、台北、国立呼吸博物院像。千金町の文末に、上限十五年、七百九十九年六月十七日を、霊領書、時六十有造の歓喜がある。この一行は、偽跡と言われるが、これから推算すれば回祖は、 開元二十五年、七百三十七年生まれとなる。しかし、正常行の換起には、上限元,元年、七百八十五年八月十三日、西大平寺社門開祖増新架期、次年六十一歳、とあり、これによれば、開元十三年、七百二十五年生まれでなければ、ならない。これについて、両帝さんは、千金朝の喚起に従わず、二十五年を、 青年、七百八十五年を没年として、歴代高層生卒年表に記している。しかし、千金町の諸写年代は一般に七百九十九年の歓喜に従っているため、没年と矛盾している。九たの子町、九順城は、全文十四字の短い草書の石徳であり、海祖の親戚とされる。非常に良い九たのことお茶があるので、すぐにでも来られたし。 との内容から、卒位の書と思われるが、行の真を通し、構成も巧みである。書写年不詳。二十四点八十二センチメートルの拳本。上海博物館像。聖母帳。聖母帳は、上限九年、七百九十三年の総書。歓喜に、上限九年同し、在帰五月とあるが、書者の名はなく、開祖の書と伝えられるが疑わしい。聖母。 から始まるのでこの名がある。内容は、女仙人、聖母の病を回収した時の記録を書いたもので、五十三行から、なる。聖母は、刀神の高見門の時の人で、戦術を学び、その術が原病に達したので、神仙として病に祀られた。自助長などが、高しやせであるのに比べて、本長は、焦燥の方を交えて、温順な筆致を示しいる。もという年。 1088年に告され、石は西安比林に現存する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。